はい、えー、皆さんこんばんは。こんばんは。んんはえっとですね、前回お彼岸のお話をしましたね。そうだね、うんで。その時に、あのー、まあ、お彼岸にあの仏様に備える食べ物がありますっていう話をしました。うん。で、まあ、いろいろぼたちとかね、あのー、お話をしたんですけど、えー、僕の家ではですね、天ぷらを作るというのが昔から 決ままっていでこれ面白いんだけどあの僕の家ではって今言ったんですけど僕の家は近所に何軒か家があって、まあ、ほとんどくっついてるんです。で昔からずっと近所の人たちは結構仲がよくてでこのお彼岸という時期を迎える時はですねあのそれぞれがあの天ぷらそしてお餅。 とか作るんじゃなくて誰が何を作るかも決まってるんですよへーいっぱい作るんですなるほどで、分けるっていうほうほうなんとかさんは天ぷらなんとかさんはおはぎなんとかさんは煮物とかっていうのを作ってそれを分けるようにしてるんですいいじゃないですかはいで、あのまあ天ぷらは隣の家のおばさんが作ってくれるんですねうんうん、うん、で、その天ぷらが僕は結構好きなんですよあ、美味しかったうんうん いつも作ってくれる天ぷらがすごい好きなんですけどあのまあそこからちょっとお話を広げてですねあの好きな天ぷらは何ですかっていう話をしようかな <laughs> まあもう今あんまり関係なくなっちゃうんですけど天ぷらねはいあのこういうこういう話っていうのはですね必ず何回も話してますね同じことを何回も多分前にもこういうエピソードありますよね 話した気がする、ね、何回かあるし <laughs> ライブ配信とかやってた頃はねそこでも話してたんですけどじゃああの3個決めてください第3位さつまいもの天ぷらね <laughs> はいちょっとこうスライスして、えー、衣をつけてあげた天ぷらですけどやっぱりこう甘いですしねうんこう フライドポテトと焼き芋の間みたいな感じですかそうですね、うん、とても甘みが出て美味しいですよねそうなんです、うん、あの昔から食べていてはいはいおばあちゃんがね、はい、よく作ってくれたんですあなるほどねそういう思い出も入ってそうですいいですねでは第2位はいどうぞ穴子の天ぷら渋いね アナゴねおい,おいしくないですかいやおいしいですよ大好きですはい穴子天ねうんあの冷たいうどんとかにのせてね食べたいですねはい、うん、では第1位どうぞ鶏の天ぷらあなるほど鶏肉の天ぷらですか、はい、そう鶏肉って言ったら唐揚げがねうん、うん、有名ですけどまあフライドチキンもありますねそう、うん 天ぷらにししてもねすすっごく美味しいんですよなるほど、うん、まあでもちょっと今のこの3つっていうのはすごい理解できますすごいわかるけど王道ではないですねあそっかあのいやかなり変わった答えだなとは思いました確かにねちょっとよくある答えを私の方で紹介していきたいなといますお願いしますはいまあこれもまあ僕の意見も入ってくるんですけど はい、うん、じゃあ3位からいきますか3位は<あ>えっとこれはあの僕の意見じゃなくて、まあ、みんなが思ってるだろうっていうのを言ってますあなるほどはい山菜の天ぷらなんじゃないかな美味しいね、うん、天ぷらといえばみたいなところもあるじゃないですか確かにはいなのであの山菜の天ぷらなんじゃないかなと思いますうんで 2位が非常に難しいちょっと置いときますえっ、はい、まだまだ浮かんでないんで <laughs> はい 1>,、はい、で1位はまあエビでしょうねあもう絶対エビですね、はい、エビの天ぷらまあもう天ぷらって言ったらエビですよねそう、はい、まさにで、まあ、2位が難しいって言ったんですけどあの2位なんだと思います ?2 位かまあみんなが好きそうな天ぷら 難しいね難しいよねいっぱいある、はい、<laughs> 考えちゃうね難しいねでも、うん、まあよくあるのはあのまあ僕も答えじゃ言っ,て言ってしまいますで多分納得してくれると思うはい、はい、分かってくれると思います、うん、僕の好きな順番じゃないですよ <laughs> みんなが思ってるだろうっていうやつ2位はですね書き上げですねあーそっか かき揚げある<う>ある,あるどうですかこれは絶対その順位どうですか<う>結構納得じゃないですかエビ天かき揚げあもう絶対そうですで<と>山菜じゃないですか山菜うん、はい、っていう結構まともに答えたんですけど確かに、はい、かき揚げは入りますね、はい、かき揚げそばとかねかき揚げうどんっていうのであの天ぷらそばとかって言ったら、まあ、絶対エビ入るんですよ 100%エビが入りますそして、まあ、かき揚げうどんとかかき揚げそばっていうのもやっぱり人気なんですようん、うん、ちっちゃいエビとか玉ねぎとか人参とかねそういう野菜がいっぱい入ったこう揚げ物うん、うん、そしてやっぱりその山菜の天ぷらっていうのは特にこれからの時期はタラの芽とかね非常に楽しみなあの山菜が増えてくるので人気なんですようん、うん、であとはもうね エビとか食べれないって人は大体山菜に行きますからそうだねうんなのでそういう順番にしてみましたけどまあこれあの、うん、特に正解があるとかそういうお話ではなくてたまたま天ぷらを食べたから天ぷらの話がしたくなったよとそういう回なんですけどまああの皆さんねもし天ぷら好きな天ぷらベスト3あれば順位と一緒に教えていただけたら 嬉しいなと思いますうんということで今日は天ぷらの話をしたのでなんか天ぷら食べたくなってきちゃいましたねその個人的に一番好きなのは何ですかあ僕がはいそれ言いますはいえっとね3位は山菜ですねはい、はい、同じくうんはいそしてえー、っと2番目はし<茸>、はいたけしいたけ シイタケの天ぷらです。私食べたことないです。あ、そうですか。うん、あの僕はすごく好きなんですよ。食べてみたいです。まあ、キノコの天ぷらですね。シイタケっていうかね。はいはい。で、えー、僕が一番好きな天ぷらはこう一位結構難しいんですけど。うん。うん。いやこれは難しいね。 悩みますうんいやあのもともとはエビが好きなんですはいエビが好きなんですけどあのエビアレルギーになってしまったんで、はい、エビ天は食べれないんですようんうんだからエビにはできないそうねはいで普通に食べてあのすごくあのいつも食べて美味しいっていうふうに思うっていうところで言えばなすですねなすねはい、いしいはい 分かるはいナスが1位です <laughs> でそれも理由もちゃんとありますなスが1位になる理由っていうのはあの大体天ぷらっていうのを僕が食べるのはやっぱりそばとかうどんとかと一緒に食べるんですよ、うん、でそのおつゆあるじゃないですかそのそばとかうどんのスープねと茄子の,その相性がめちゃくちゃいいうん、うん、ということで ナス <laughs> いいと思います、はいはい、これまた結構あまり普通の人は選ばない順位になってしまった感じはしますけど野菜ですねでももしかしたらしいたけが1位かもしれないそんなに、うん、じゃあちょっとままたた食べてみいいと思います、うん、今ちょっと言ったのには理由があって僕そばとかうどんとかを食べる時にお肉とか魚と一緒に食べたくないんですよ なるほどはいかからですかいやなんていうか好みなんですけど、うんうん、なんか食べたくなくてあの野菜とかお漬物とかね、うん、で食べたいなとうん、うん、脂っぽくなるのが嫌だなっていうのもあるし、うん、あとなんかそばはなんかさっぱりしたい時に食べたいものじゃないですかうん、うん、だからその鶏肉とかあんま出てこないんですよねなるほどね、うんまあ、そういう完全に僕のただの好みということで ナしいたけが一位になってくるんじゃないかなと思いますはい、はい、っていう、まあ、追加のお話もあったんですけど今日はどうもありがとうございましたありがとうございました皆さんの好きな天ぷらを教えてくださいではでは